で、これ、まず20センチのテーピングを使います。20センチで真ん中柵10センチ出します。10センチで、基本的にここ 50% のテンションで重ねていくんですけど、で、これ、一番最初の1枚目が肝心です。こいつが曲がってると全部曲がりますので、ここの、だいたい目安としては、膝蓋骨から内側に内側にってくると、だいたいここが関節の裂隙部になるので、ここのところを目安にして、はい、150って言って、こうやって貼ってください。で、そうすると一番内側の側副靭帯のところであったりとか、痛めている場合は、ここで3枚重ねると、例えば立って内側にこうやって力を入れた時に、かなりブロックするので、これだけで。運動選手とかも1枚で貼るのと3枚で貼るのと先生全然違うんですねって普通に言ってくれるので、こんな感じで貼ってください。置いて、最初の上のところにちょっと置いたら、これを下にこうカーブをつけるように、膝蓋骨のラインに沿って、で、こういうふうに貼ってください。まず、ちょっとこう膝、軽いですね。じゃあ体全体も軽くなるようにお祈りしてますので、はい、じゃあちょっと練習してください。テーピングマスター .com。